おはようございます。今日のコーヒーはですね、メキシコを使います。何でもよかったんですけど、まあとりあえず今日はメキシコにしました。はい。今日の格言、蒸らしではお湯をそっと乗せるところから始まる。お湯をそっと乗せるっていうことは、まあ刺激を与えない、蒸らしのお湯のかけ方ですよね。まあ、僕が、お湯をかけるとき一番よく使うのが乗せる感じの、お湯のかけ方なんですけど、これは実は言うと会長がやる突き刺すタイプの蒸らしの時も基本的にそっと乗せるところからスタートするんですよね。それは何かっていうと、真ん中を、こう高い位置から真ん中に突き刺すのは難しいので、基本的にはそっと乗せたところから上に持ち上げるしか方法がないんですよ。まあ、せっかくなんで、そこら辺を今日ちょっとやってみましょうかね。はい、それではですね、スタートしましょう。まず穴掘ります。今日はせっかくなんで、蒸らしはそっと乗せるところから突き刺す、状態に、お湯を突き刺す方に、いじっていきましょう。いつも通りに、ドリップポットにお湯を入れて、やかんに戻します。これによって、ポットを温め、ドリップポットを温めますね。棒の使っているドリップポットっていうのは垂直にお湯を落とすように、できているので、基本的には垂直に落とした状態、つまりそっとお湯を乗せた状態から、上に持ち上げることによって、お湯をですね、突き刺すような感じで、やってみます。穴を掘り、お湯が用意できましたね。で、蒸らしで、そっと乗せるところから突き刺す状態に持ってきます。そっと乗せるっていうのはこの低い位置からお湯を刺すんですね。で、こっから上に持ち上げてくると突き刺すお湯の、蒸らしになります。つまりお湯が落ちてる状態で、持ち上げて、コントロールするのはそんな難しくないんですよ。基本的に、お湯が当たってるとこだけしか見てないので、ドリップポットは見る必要がないので、はい、蒸らし1分ですね。今のがだいたい高さで、60センチぐらいですかね。60センチぐらいの高さから、お湯をかけてみました。つまり、下でそっと乗せるとこでお湯がどこに今当たってるかが
見えてるわけですから、そこから垂直に上に持ち上げれば同じところにお湯が当たるんですよ。だからその垂直に、持ち上げてきて、その後、円を描く、つまり濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にお湯を差すんですけど、もうお湯が当たってるとこだけを見てるわけで、ポットの方はもう無視してるわけですから、だから、低い位置でやっても、濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分を、目指しても、ちょっと待ってね。はい、抽出に入ります。つまり濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分を目指しても結局、高い位置で、目指すでも、もう同じなわけですよ。つまりお湯が当たってるとこだけを見てるだけなんで、ポットが上にあろうが下にあろうがこんなもんは、結果が同じなんですね。だからこれが、例えば1メーターの高さからお湯を差そうが、結局濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にお湯を差すこと自体はそんなには難しくはないんですよね。だから意図的に突き刺す、技法を蒸らしで使うのか、単なるそっと乗せるような技法で、蒸らしをやるにせよ、どっちも一番最初に、こうお湯を差す段階ってどこにお湯が当たるかが見えないんで、だからまず、お湯をそっと、近くで、粉の近くで乗せてから上に持ち上げるというふうにすれば、例えば 5-60cm の高さから、お湯を差しても結局低い位置でお湯を差して蒸らしてもどっちでも、できると。とにかく一番最初は低い位置でお湯を差すというところからスタートすればいいという、感じですね。はい、ということで今度は後半に移りましょう。コッコーヒーというのは、こう、いろいろな、こう、技法があるので、その技法を、こう、いろいろと試すっていうのは結構面白いんですよね。こうでなければならないというわけではなくて、こんな方法もあるよ、こんな方法もあるよ、これも、できるよっていうふうに、いっぱいいろいろな方法で、味が、少しずつ変わるんですよね、コーヒーというのは。で、基本的な大ルールっていうのはやっぱあるんですよね。それはやっぱ僕の中では旨味が早く溶けるというルールなんですけど、それ以外に、例えば細かくは、例えば高い位置からお湯を差した時には、オイル感が出る。高い位置から、叩きつけることによってオイル感が出る。とかいうこともあるわけだし、穴開けくんを使うことによってオイル感が出るだとか、まあ、いろいろなことがあるわけですよ。だから、ある意味、それで遊べるですよね。コーヒーを立てるということ自体が。だから、コーヒーの入れ方っていうのは、こうでなければならないというほど、かしこまったものでなくて、こんなこともできるよ、あんなこともできるよというふうな、ものであるというふうには思います。だから松屋式というこの入れ方でも、まあ松屋式の場合は普通の例えば、V60 だとかなんかと違って、このお湯をこう直接叩きつけるようなことをやった時に、プラスチックで守られないんですよ。つまり抑えられない、止められないんですね、力が。だから、叩きつけるようにやると、こう紙にそのまま力が加わるんですよね。だから油とかなんかも通しやすいは通しやすいんですよ。
はい、今日は早いですよ。叩きつける技法というのは、はい、はい、薄めます。この抽出がいつもよりも早いと思うんですね。今4分35で、いつもだと、5分近くまで行ってるんで、20秒近く早いと思うんですけど、最初のこの突き刺すやり方って結構、お湯が太くなるんですよね。高い位置から突き刺すということをやるっていう時は、だからその分だけ最初に、使ったお湯がちょっと多めになるんですよ。その分だけ抽出の方に使うお湯の量がちょっと減るんですよね。だからその分の秒数が秒数が抽出の方で短くなったという感じですかね。はい、今日は メキシコですね。あ、やっぱオイル感出ますね、叩きつけると。最初の蒸らしの叩きつけは結構あれですね、効果出ますね、これもね。会長これ好きですもんね、叩きつけるのね。うん、ならコーヒーってもう、こう誰の入れ方をこうどうこうではなくて、こんな入れ方もある、あんな入れ方もあるっていうのがいいですよね。こう今面白がって、こう無限ドリッパーだとか、こうハリオのなんとかかんとかだとかって、遊んでますけども、まあそういう風な入れ方もまあ存在しててもいいのかなという気はちょっとしてます。ただまあ僕の中ではやっぱり松屋式が僕は一番好きですけどね。うん、結構ちょっとの間これやろうかな。叩きつける技法ちょっとやってみようかな、という気にちょっとなりましたが、まあそんなことよりも、宣伝です。芸者売ってます。試飲できます。飴玉あげます。という感じでですね、本日のコーヒーはですね、こちらですね、メキシコを使いました。で、今日の、格言はですね、蒸らしではお湯をそっと乗せるところから始まる。これはそっと乗せて、ずっとそっと乗せる技法で、蒸らしのお湯を、最後まで注ぐっていう方法も、ありですし、叩きつける、突き刺す、技法で、お湯を、かけるときも基本的に一番最初はそっと乗せるところからスタートすると。そっと乗せてから、垂直に上に、ドリップポットを持ち上げ、そこから叩きつける、どちらかというと、技法に移っていくみたいな感じですかね。だからどっちも基本的にはここからスタートですよっていう感じです。で、今日の、レンジです。気温が上がると確実にあれですね、30度を超えてくれますね。うん、気温 17.4、室温が 20.7。まあ、昨日は焙煎結構夜やってるんですよね。だから温度が下がんないんですよね、室内がね。うん、まあ、これはしょうがないですけどね。
600ワットで20秒。庫内が 17.9、だからここがちょっと高かったですね。庫内の温度が、こう、夜に下がってないって感じですかね。豆温が 20.1 で、レンジかけて 31.6、蒸らし時間1分で、やってみました。はい、ということで仕事に戻ります。